憲民主党からライアン真由美氏も立候補を表明しています。トランプ氏が21万3000票余りを獲得しましたが、トランプ陣営は、はい、チャーシューメンです。特殊詐欺を繰り返していたとみられるグループの男が警視庁に